よく戻ってきた、美月。それで、鹿之助は、雨具はどうなった？なかった。うん。なんと。間に合わなかったって言ったんだ！俺が城にたどり着いた時には、戦は終わってた。仕方ねえから、城の近くにいた兵をとっ捕まえて、ことの顛末を聞いたよ。そいつの話じゃ。モーリー、元なりゃ！やった、ついに。そうか、鹿之助は銃で撃たれて。くそ、限界だ。俺はもうこんなやり方には耐えられねえ。待て、美月。殿、急ぎ美月を。鹿之助、俺はお前を。俺はもう惑わないと決めたはずだ。